ソイロマヌエル・アルモンテ・リリアーノは、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。2005年7月2日にニューヨーク・ヤンキースと契約を結んで、プロ入り。2006年は、マイナーリーグのルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ヤンキース1で、プロデビュー。53試合に出場し、6本塁打36打点に4盗塁、打率。 219だった。2007年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースで50試合に出場し、3本類二24打点2投塁、打率、268だった。2008年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグで57試合に出場し、5本類打20打点3投塁、打率、239だった。2009年は、 A-9 スタテンアイランドヤンキースで69試合に出場し、7本打三39打点15盗塁、打率274だった。2010年は A 級チャールストンリバードックスで58試合に出場し、10本打三35打点7盗塁、打率278だった。6月に A 級タンパヤンキースへ昇格、試合に出場し、 三本塁打二十六打点八盗塁打率二百六十一だった。二千十一年は A 級単波で七十試合に出場し、十二本塁打五十四打点十四盗塁打率二百九十三だった。七月に A 級トレントンへ昇格四十六試合に出場し、三本塁打二十三打点四盗塁打率二百五十一だった。 オフの十一月十八日には、ルールファイブドラフトでの流出を避けるため、ヤンキースとメジャー契約を結び、四十人枠入りを果たした。二千十二年は、a 級トレントンで百六試合に出場し、二十一本塁が七十打点十五盗塁、打率、二百七十七だった。二千十三年は、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースで六十八試合に、 出場し、6本塁打36打点4盗塁、打率297だった。5月6日には、インターナショナルリーグの週間 MVP を獲得するなど好調を維持していた。2013年6月に入り、ヤンキースは相次ぐ故障者と頻打に悩まされ、特にバーノンウェルズ、ケビン・ユーキリス、トラビス・ハフナーラの不審は深刻で、 アルモンテ昇格時点では6月の月間打率が3割を超えていたのはブレッドガードナーと一郎のみだった。また外野手の層が序盤とは一転して手薄に陥り、苦肉の策として第4外野手にそれまでメジャーでも一塁しか守ったことのないライルオーバーベイを起用するといった状況が続いていた。そこでトリプル A 級。 スクラントン・ウィルクスバリで好調を維持していたアルモンテが6月19日にメジャー昇格を果たした。同日、ロサンゼルス・ドジャースとのダブルヘッダー2試合目の9回に代打で登場したが、サードゴロに倒れている。初ヒットは、翌20日のタンパベーレーズ戦で、9回にバーノン・ウェルズの代打として登場、カイル・ファーンズワースから三塁ベースに当たるヒットを放った。さらに、 翌日のレイズ戦では、不審を極めていたバーノンウェルズを先発から外し、代わりに、アルモンテが起用され初の先発出場を果たすと、4打数3安打と活躍し、特に6回の第3打席では、ロベルト・ヘルナンデスからブルペンに飛び込むホームランを打ち、キャリア初の打点、ホームラン、そして、カーテンコールを受けることとなった。7月20日に、足首の捻挫により故障者リスト入りし、 9月9日に復帰した。ヤンキース時代2014年3月26日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリエイ同士、開幕をトリプル A 級で迎えた。トリプル A 級では33試合に出場し、6本塁打24打点9盗塁打率273と、まずまずの成績を残し、5月13日にメジャーへ昇格した。 昇格後は9試合に出場したものの、打率が158と結果を残すことができず、6月3日にトリプル A 級へ降格した。7月9日に再びメジャーへ昇格した。昇格後は1試合に出場したが、デリン・ベタンセスやアダム・ウォーレンらリリーフ陣の休養のため、7月13日にブライアン・ミッチェルが昇格し、アルモンテがトリプル A 級へ降格した。 9月2日にディーフとなり、9月5日にトリプル a 級スクラントンウィルクスバリー降格。オフの10月30日に FA となった。2014年11月10日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。2015年4月9日に解雇され、オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2016年2月1日にメキシカンリーグのプエブラ、パロッツと契約。 4月12日にトレードで、モンテレーサルタンズに移籍同年は打率、285、20本類打の成績を残した。2017年は打率、355、15本類打の成績を残した。2017年12月26日に、中日ドラゴンズと1年契約、年俸5000万円で木高での合意が発表された。背番号は42。 契約する以前から NPB 球団でのプレイに興味を示していたという。2018年3月30日の開幕戦、対広島東洋カープ戦で3番左翼手としてスタメン出場して NPB 公式戦に初出場。開幕当初は守備面での不安を示した話題が先行したが、その後は打撃面で日本野球への適応をアピール。 4月8日の対阪神タイガース戦で4安打4打点の活躍で勝利に貢献するとその試合を皮切りに6試合連続打点を記録4月12日の大東京ヤクルトスワローズ戦では左打席から右翼スタンドを豪快席への特大の2ラン本塁打を放った開幕15試合を終えて打率4074本塁打15打点の好成績を挙げて 特に得点圏打率については、625という勝負強さで、クラッチヒッターぶりを示して、鮮烈な開幕ダッシュを決めた。5月は打率、371で、リーグトップの36アンダーを記録。出場25試合中23試合でアンダーを放ち、5月27日の、大広島東洋カープ戦12回戦での5打数4、アンダーをはじめ、マルチアンダーを10度記録。 打点21は、リーグ2位体、セントラルリーグ打者部門の月間 MVP を受賞した。2019年は開幕スタメンだったが14打数、無安打と極度の打撃不振に陥った。その後、福田久志賞と左翼手のポジション争いをしていたが、得点圏打率が1割未満と苦しみ、さらに外国人枠の関係もあって4月25日に登録抹消された。その後、 二軍暮らしが続いたが、七月六日に一軍に昇格すると代打として出場。その後は三番左翼手に定着した。しかし、八月十三日の大半新戦で右太もも,もを痛め、今季絶望となった。オフには球団が育成契約の打診をしていることが判明したが、支配下選手のまま残留することが決定した。2020年は、 前年を上回る62試合に出場するも、シーズン中に複数回発生した故障も影響し、2年連続の規定打席未到達となった。9月19日の阪神戦から10月15日の阪神タイガース戦まで21試合連続安打を続けていたが、10月15日の試合で第1打席に右前アン安打を放った後、5回の守備で足の違和感を訴えて途中交代した。 翌日の10月16日に1、軍室上選手登録を抹消された。10月は打率、419、1本類打7打点と打撃好調だった。11月8日に、来期の契約を結ばないことが球団より発表された。2020年12月23日、韓国、k t ウィズと契約した。日本球界離島所の評価は、 中距離打者タイプのスイッチヒッターであった。NPB では左翼手でプレーしているが、MLB、メキシカンリーグでは中堅手右翼手でのプレー経験がある。相性はマルティージョ。独特の顎髭が特徴で、中日では顎髭のスイッチ法王と呼ばれて親しまれている。しかしプロ入り当初はニューヨークヤンキースに所属していたため、 ヒゲを剃り続けなければいけないことに苦痛を感じていたという。トレードマークのアゴヒゲはメキシカンリーグ所属の2年目のシーズンである2017年シーズンから伸ばし始めてそのシーズンでは打撃成績を大きく伸ばしたことから本人曰く幸運のヒゲと呼んでおり中日入団の理由の一つがヒゲを伸ばし続けることの許可が得られたことであったという。ありがとうございます。